ハロー YouTube! 渡辺里穂の YouTube のすすめの時間でございますけど、毎週月曜日、寒いから完全にお外の格好しております。部屋の中は10度ぐらいでございます。もうこの床はもっと冷たいみたいですね。ということで、渡辺里穂の YouTube のすすめ、今回はね、2023年12月の収益発表はい、ということで、まあね、早速行きたいと思います。はい、バン2023年12月の収益は21,236円でございました。誠にありがとうございます。そして、私が2021年7月から、先月までの収益の合計ですよね。全部でいくらもらったか。はい、こちら。はい、89万7,548円でございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで、なんとか生きてられてまーす。という感じね。はい。もうそれだけで、だって、ちょっとね、じゃあね、あんた一体いつから始めたの ?2020 年のね、2月から始まりました。ほんで、これ2023年12月なんで、これ47ヶ月ですね。47ヶ月。これをね、収益化してない月も含めて、計算していこう。だから、要は、この89万7,548円を47ヶ月で割ったらいくらになるか。ね。はい。平均月当たりの収益が 19,096.777、って円ですね。19,000円月約。ねえ。これどうでしょうか。これも、今のこの平均の計算ね。収益化してないところもね、割り込んで持っていっても、これだけあるという2万近くね、あるんですよ。ね、皆さん、どうでしょう？いいでしょう？ね。年金。私、障害年金ね。障害者なんでして、障害年金もらってるんですけども、まあ、月々10万ぐらいですか。これにこれが上乗せしてきてるんですよ。美味しくないですか？2020年の2月から私、YouTube 始めてから。ね。プラス今働いてるところがあるんでね。うん。いやー、おかげさんね。まあまあ、人並みの生活できております。ほんまかいな。そんな感じですね、ということなんでね、皆さんもね、ぜひともね、頑張ろうなって思う人は頑張ってください。ただしね、条件としてはね、毎日やる。これが大事。毎日動画をアップできるかどうか。ここですよね。私の場合、編集もしてないし、噛んでも失敗してもそのままババーッと動画を上げて、まあ、とりあえず10分くらい上げてバッとやるタイプなんですけどもね。まあ、実際ね、まあ、いろんなことがあって、やっとここまで来れたんですけど、今なんか毎日ね、動画を1本、ショートを5本、そして、平均ライブを4回、1日10本のアーカイブ。まあ、24時間ぐらいやっちゃうときはね、アーカイブ残らないんですけど。でですね、今現在ね、何本だろう。もうね、9700本ぐらいいってると思うんですよ。おそらく。で、来月、3月は、もう2月はね、もうね、1万本いきますね、間違いなくね。もう1万本いきます、1万本。ありがとうございます。そしてですね、今5万5000時間。5万5000時間ですよ。ね。はい。言っております。5万5000時間。それだけですね、総視聴回数が210万回ね、言ってます。こんな感じでね。ガツガツ。まあ、少ない方だと思いますよ。私今ね、8万5000人ぐらいいるんですけど、登録者ね。やっぱね、8万5000人ってだいたい2000万回ぐらい回ってるのが普通ですよ。私、10分の1なんですよ。それはね、やっぱりね、毎日やることによって、質がごっつい低いです。うん。だからこんなになってるんですけど。まあまあ数いってるもんでね、こんな感じですね。だから1万本で210万回っていうことはもう計算してもらったらわかりますよね。私の平均紹介数210回なんですよ。1本あたりね。これは何か言ったら動画もショートもライブも含めての平均なんでね。全部の平均。なんで、210回ということでね。まあ、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せしますけれども。まあ、普通はね、8万5000人もいるんだからさ、1万回回るだろうとかさ、10万回回るだろうとかなるけど、私の場合はならないんで。でも、このね、210回であっても数が固まってくればこうなるということですよ。21000。
よくね、もう見桁の数字がならないという常識はね、もう昔の話で、今はね、もうすごい 0.01 円からね、0.001 円からこう積み重ねて、それが1円になったら1円になりますし、100円だったら100円になるという感じになって収益に振り込まれていきます。それまではちょっと収益がね、振り込まれないような感じになるんですけども、実際こんな感じでございますよ。ね。ということでございますね。どうでしょうか。私的にはまあ美味しいですよね。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ。私のやり方だとそんなにね、時間は使ってるけど、すごいエネルギーを使ったようなものはないじゃないですか。で、ここまで年金にプラス乗っかっていくって言うと平均値なんでね、これ。いい時も悪い時も、ゼロ円の時もね。それ平均値なんで、あれですよね、やっぱりね。いいんじゃないかな。ダメ？こういう形のスタイルがあってもいいんじゃないかな。やっぱ大手さんみたいにね、例えば、登録者の 10% 回らなきゃいけないとか、何百万回回らないと、そんなのはもう出せよっていう人はまた、もうそういう夢の世界で生きてください。現実はこんな人です。現実はこんなような状態の人で、結構ね、しのいでいってる人います。はい。私よりもはるかにね、もう8万5千いますけど、もう1000人ぐらいの人でもうすでに、ね、もうね、7桁稼いでる人も私知ってます。すごいなと思います。すごいハイクオリティな動画を上げちゃってます。中身も映像も。でも私はもう本当、こんな感じでね、やってるんで、こんな感じですけども、こんな感じなりのこんな感じなんでいいんじゃないですか？ダメ？ダメダメ？将来ですね、年金10万円が、まあ、約12万円ぐらいになるんですよ。YouTube してるだけで。うん。4年目ですよ、今。もうすぐ、もう、今月1月なんで、丸4年、2がね、丸4年。うん。ですね。だからこれを、また48ヶ月で割ったってそんなに、まあ、今月また振り込まれると思うんでね。あれなんですけど、ね、やっぱりその全然、あれじゃない？いいんじゃない？ダメ？うん。年金なんて国民年金の人なんて6万、7万でしょ？ 5 万とか、ね。それに2万加わったら大きいと思いますよ。うん。と思いませんか？こんだけ気楽、まあ、時間は使ってますよ。他の人に比べて。私24時間ライブとかよく やってるんでね。ただ、その時でも、やっぱり画面の前にはいないしね、時計だけが映ってるとか、水槽だけが映ってる状態たくさんありますよ。うん。ね、最近なんかちょっとタブレットがひっくり返っちゃって、こけちゃって、もう、なんか、横じゃなくて縦の画面で映しちゃって、それを横にしてるから、こんな風になってますからね。私の水槽ライブ。それでもね、回ってますからね。そんな感じですね。ということでございますよ。うん。まあ、その中でですね、まあ、先月もね、2023年12月最終 21,236 円ありましたしね、増高減、もう、総合計すると89万7548円ですからね。やっぱね、いいですよ。本当に。これだって、まあ、この4年間の蓄積なわけですよね。うん。給料プラスなんでね。まあ、ちょびちょびこうね、もう大金ですよ。これ、入ってくるから全部私ね、ジャカジャカガラガラガラと使っちゃうけど、まあ、こういう感じになってるんでね、皆さんも YouTube を始めてはどうですかっていう話です。プラスアルファ。例えばね、旦那さんがやる、夫婦がやる、夫婦のチャンネル3つ持って、これやってみな、2万の6万ですよ、夫婦で。ね。例えばほな、夫婦で10万円奥さんが年金、旦那さんが10万円年金、ね。それプラス6万ですよ。26万のね、この、こう、老後の生活費が出てくるわけじゃないですか。まあ、税金払わなきゃいけないですけどね、その中から。で、ということでございますよ。本当に。そのね、さ、20万、30万あった方がいいよ。50万とか。で、私のレベルでは無理なのよ。それは重々承知でございますけどもね。本当にね、私の過去の動画、今の動画でも一緒、もう全然クオリティ上がってない。何やってんのこいつみたいな動画ですよ。それでも、謎に、こうわかるかな。再生されて、ね、総合計は210万回いってますし、ね。収益の方も発生してますし、収益化してますし、登録者はもう8万5千人ですよ。もうこれね、もう今年10万人銀の盾、目指していける数字まで来てます。4年目。で、来年、もう来月から5年目なんでね。5年目で銀の盾。で、毎月収益やる。こんな美味しいものはない。ということでね、まさかみりゅうほの YouTube おすすめ、収益発表でございました。
ね、皆さんも、もしよろしければね、ご登録ください。ご登録、ベルマーク、で、いいねもよろしく。そして、できた他の動画も見ていただけるととっても嬉しいです。ということで、皆さんもね、YouTube 始めてみませんかということで、今年も頑張っていきますんで、よろしくお願いします。それではまた、来月の、今月か、1月分の収益がまたね、2月にうまいこといけば問題なければね、振り込まれると思うんでね、また、ね、発表していきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう、まさかみりょうほでした。